クルルちゃん、兵士の皆さん、早くイーリスを見つけてマークリッチを倒さないと。 魔法陣も地下に移動させられた罠、体が透けていく。
この塔から無数の邪悪な魔力を感じるわ。でも塔の一番上から感じる邪悪な魔力に比べたら、どれもこれもスライムみたいなものよ。アークリッチがこの塔の上にいる。みんなのために負けられない。イーリス、行くよ。荒くね、つけるとか。これまで戦ってきた魔物たちは勢ぞろいね。だけど、どの敵もあなたを止めるには力不足。蹴散らしてあげなさい。Yeah!
何が出るかな。リッチの腕を岩の攻撃がぶつかりそうなところに魔法陣を出してあげるから、その武器で叩き返してあげなさい。
転移魔法陣を作れるなんて。悔しいけど、アークリッチの魔術師としての実力は本物だわ。うん、だけどこの魔法陣、調子が悪そう。失敗作かな。怪しいわね。こんな魔法陣、使わない方がいいわ。また変なところに飛ばされたら大変だもの。Yeah.
Yeah.
動く兵士の石像。呪いは解いたはずなのに。ゴーレムだわ。だけど石像もコアの精神も石化した兵士を材料にしてる。じゃあ私の時みたいにコアを壊せば体に精神が戻って元通りになるよね。無理だ。石化の呪いが解けていないのならもうあの体は死んでいるということだ。そんな兵士さん、魔物をなんとかするためにこの島に来たのに、このままじゃかわいそうだ。ならば私たちで囚われた精神を解き放ってあげましょう。Thank you.